バディ少女にお任せ。あなたの暇体質は嫌いだし、いそ夜間観測飯にするか。解決してやろう。ああ、皆さん視察お疲れ様でした。アサイーのジュースをどうぞ。そういえばインカの指導者は代々皇帝の称号を受け継いでいると聞いた。ワイナカパックも立場上は皇帝なのか。あ、いえ、私はまだ皇帝ではありません。すでに十分実績を残してるんだし、そろそろ名乗ってもいいんじゃない。そうね、公的な場では称号が役に立つこともあるし。皇帝権限よって言えば大抵の人は言うこと聞いてくれるし、大抵のものはタダで手に入るし、ばっかり街を燃やしても許されるしね。ネロちゃん目立つためとはいえ皇帝になってよかったって思うもん。ぜひ名乗っておくべきよ。冗談ですよね。さてどうする、ナポレオン。はあ、カエサル任せたわ。ネロ、あなたの転移を剥奪するわ。一市民からやり直しね。それとこの視察が終わったらカタコンベのお掃除。道具を見つけないと皇帝を名乗れないことになってるんです。私まだそれを見つけていないので。ほな今からみんなでその道具探さへん。ちょうど視察も終わりやろ。構いませんわよ、インカは。いいえ、この世界は私マリー・アントワネットの庭のようなものですから、すぐに見つけて差し上げますわ。決まりね。それじゃ準備をしてすぐに出発しましょう。はい、太陽の島の地中に隠されているという言い伝えなので、この辺りで間違いないと思うんですが。この辺り一帯を掘り起こすわけにもいかんな。何か目印のようなものがあるといいんだが。手がかりになりそうなものは何も。伝わっているのは皇帝の証、黄金の杖タパクヤオリが太陽の島の地中に隠されているとだけ。黄金の杖。その杖、黄金でできているの？はい、おそらく。だったら、きっとすぐに見つかるわ。え？どうしてですか？足元を掘り起こしたら、地中からキラキラしたものが出てきましたわ。え？ワイナカパックが探しているものは、こちらで間違いございませんか？黄金の杖と石板、少し読んでみます。間違いありません、この杖はタパクヤオリです。石板にもそう書かれています。どうしてかマリーは黄金や宝石に好かれる才能がある。あいつに探させるか、立ち止まったところを掘れば何かしら出てくるからな。厄介事ばかり起こす子だけど、こういう時は頼りになるのよね。この私マリー・アントワネットには簡単すぎる探し物でしたわ。
わかんないことがあれば先輩皇帝ネロちゃんに聞いてよね。横領とか濡れ衣の着せ方とかいろいろ教えてあげるから。いらっしゃいませ。ようこそインドへ。本日はどうなさいましたか？ああ、そのことですか。ちょうどよかったです。ハンニバルさんと三蔵さんもいらしてます。こちらへどうぞ。ああ、お前も来たのか。ハッカイさん、こっちですよ。早くいらっしゃい。柱を立てているんですよ。象を使って鉄柱を持ち上げさせているんだ。インドの象はすごいぞ。しつけも行き届いてるし、きちんと働く。これでこの都市も治安が良くなるでしょう。ありがたいことです。修行が足りませんね、八海さん。柱をよくご覧なさい。私もそれを調べに来たんだ。法律を知らしめることで善悪の区別をはっきりさせているのか。それだけで犯罪率が下がるとは思えんが。犯罪発生を防いでいるのは法律部分ではなく、その上に掘られた神言です。その通りです。おかげで盗賊や山賊は手を出してきません。あなたのおかげです。あなたは今の私も怒った私も好きだとおっしゃってくださいました。おかげで私は昔の自分を肯定できるようになったのです。そこで思いついたのです。法律を知らしめつつ、ここが誰の島か思い知らせることで犯罪を減らせるのではと。予想は大当たりでした。短所は長所でもあると教えてくださったことに感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。しかしこれはインド以外では効果は薄いだろうな。これからもよろしくオラです。達成や。頑張って。悪いようにはしませんが、また何かご用？さあ遊ぶのか。こういうヒルアップ、やる気満々。二人で納得いきません。あ、こんにちはです。ジパングオーもカジノへ遊びに来たんですか？最初はマリーさんが優勢だったんですけど、賭け金を倍にしたあたりからコロンブスさんの逆襲が始まったです。悪いがマリー、私はこの後予定がある。つまりもうすぐこのゲームは終わりだ。負けを取り戻したいなら賭け金を倍にするしかないと思うか。
クリストファー・コロンブス、このマリー・アントワネットは麗しきフランス貴族ですのよ。少し遠慮や容赦が足りないのではなくて。容赦と遠慮すまないが、庶民の私にはあまり馴染みがない言葉だ。キャッハー。あれ、庶民？コロンブスってどっかの王女じゃなかったか？バカビリーがまたバカなこと言ってるです。プレジデントは生粋の商人です。王女なわけないですよ。ビリーちゃん、さっきの庶民って言葉はコロンブスちゃんの皮肉だよ。コロンブスちゃん本当はポーランドのお姫様だもん。二人ともそれは秘密、バラしちゃダメです。 What? What? Oh my god! み、教えてもらってないです。マリ、次の勝負、ビリーとマゼランの命もかけよう。チップ2枚分でいい。結構ですわ。それよりクリストファー・コロンブス、このマリー・アントワネット、賭け金を3倍にして差し上げますわ。大きく出たな。しかしこれ以上お前が負けると、いくつか宮殿を手放すことになるぞ。私は天に愛された高貴なる存在、マリー・アントワネットですのよ。負けることなどありえませんわ。そうか、では答えを天に聞いてみよう。望むところですわ。まさか全勝させてくれるとは。天にいる連中は随分と気前がいい。マリー、よろしく伝えておいてくれ。まだですわ。この程度では天の意向は分かりません。もう一回。ジパングオの言う通りだ。このまま続ければ高貴なるマリー・アントワネット様がただのマリー・アントワネットになってしまうぞ。無理じゃね。そうです、いいことを思いつきましたわ。ジパングオ、あなたこのマリー・アントワネットの人生を買い取りなさいな。このマリー・アントワネットの全てを一旦あなたに買い取らせてあげると申しているのです。今ならチップ6億枚の超特価にして差し上げますわ。さあ払いなさい。マリーの所有物や地位、能力から察すると、そうだな、チップ5万枚程度が妥当だよ。この慈悲深いマリー・アントワネットが特別にそれで勘弁して差し上げますわ。マリーの人生をかけたギャンブルか。面白い。こちらも再びビリーとマゼランの人生をかけよう。チップ1枚分でいい。キャッハー、値がついてる100人馬力だぜ。一級入魂、全てをかけるよ。見ててね、クックちゃん。こいつら全然状況を把握してないです。はあ、はっはっは、決まりですわね。では参りますわよ。ギャフ。ちょろい相手とはいえ、まさかここまで稼げると。負けたこのマリー・アントワネットが。さ
さて、そろそろお開きだな。マリ、今更な忠告だが、お前は短気すぎてギャンブルには向かない。今日はジパング王の顔に免じてチップの支払いを半分にしてやる。これに懲りたらもう賭場には顔を出さないことだ。に来ましたの。ええ、こちらに。こちらですわ。こちら。このマリー・アントワネットが体で払って差し上げると申しているのです。それだし、話は聞かせてもらったぞ。マリー弟とちぎったついでだ。お主、弟の嫁にならぬか。ふん、お断りいたしますわ。ジパング王は確かに素敵な方ではございますが、このマリー・アントワネットと並ぶにはまだまだ力不足。そうか、ジパング王妃としてお主を迎えたかったが、弟の力不足では致し方なし。王妃、ジパング王妃。お待ちなさい、伊達政宗。ジパング王妃とはこのマリー・アントワネットにふさわしい称号ではなくて。うむ、お主もそう思うか。だったら決まりだな。マリーよ、今からお主はジパング王妃だ。このマリー・アントワネットに生涯使えなさい。これで終わったと思うか。今だわ、戦ったしな。防御ならお任せください。うかかりました。やろうか。オーケーだ。作戦を待て、選んでか。行ってきます。あなた、お宝。
くるくる回る。長島！ボロボロにしてあげますわ。押しつぶしなさい。これで終わりにする。
ってたし。ノモ、まだ耐えられる。クド、つ、なかなかのものだな。ありがとう。が風に守った了解、うん、あとそれで森のみんな行ってきます。
け抜けるわよ。逃がさないよ。それ。じゃあ行こうかね。どっか。うわ。かわいいよ。まだまだだよ。頑張ってみよう。降り注げ天空の矢ルフーウィング。ナイスアタック。君に惨敗だ。どの作戦で行きましょう。銀山の剣。おかげで助かった。シュウありがとう。恩義に応えましょう。この程度ですか。ついてこれるかしら。あたしの本気見せてあげる。森の仲間のためについてきてください。あたしの番だね。この世に切れぬものはなしってね。駆け抜けるわよ。追い詰めてくるわ。こう。頑張るよ。大変でしょうか。あよっと。出番かい。こいつは一品だぜ。当たりきしゃりき車引きってやつ。成功して何よりだ。